ジオライブをお楽しみいただくセッション82。今日は本田敏之とバーニングウェブの皆さんを迎えての45分です。司会は牧山沙央です。こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。今ちょうど月遅れのお盆ですね、放送機の皆さんの中にはこの番組を郷里で、あるいはまた郷里へ向かう車の中で聞いていらっしゃるかと思います。うまくキャッチしてますでしょうか。さあ、それでは本田敏之とバーニングウェイブのご機嫌なフュージョンサウンドをお楽しみください。まずは子供の歌。
ソプラノサックスリーダー本田俊之、キーボード滝本博之、ギター山本拓海、ベース小平幸雄、ドラムス平山茂雄、パーカッション小橋哲明、以上本田俊之とバーニングウェイブ。1曲目は子供の歌でした。今日のバーニングウェイブ、全曲本田さんの新曲をお送りします。続いてはホライゾン。
ドラマティックな作品からホライゾンでした。メンバー紹介でもお分かりかと思いますが、キーボードの滝本さんとベースの小平さんは4月からメンバーとして迎えられました。先ほど本田さんが語ってくれましたが、これからは今のフュージョンに見られるようなアメリカナイズされたサウンドよりも土着的かつ民族的なサウンドを追求していきたいそうです。さあでは次の曲へ行きましょう。今度は中近東ボッサ。
中近東ボッサでした。さて本田さんは今日演奏している新曲のレコーディングのために明日ロスへ向かいます。向こうでの参加ミュージシャンはドラムスのレオン・チャンクラ、そしてシーウィンドのキーボードラリー・ウィリアムスらをはじめとして若手ミュージシャンが参加することになっています。なお本日紹介の曲目タイトルはレコーディング完了後変わるかもしれません。レコーディングの完成を期待いたします。そして今年の暮れ12月から、新曲を引き下げての全国ツアーも開始される予定です。それでは次の曲アジア。
リーダー本田俊之、キーボード滝本博之、ギター山本拓海、ベース小平幸男、ドラムス平山茂雄、パーカッション小橋哲明。以上、本田俊之とバーニングウェイブ。では残り時間も少なくなってきました。それではラストはやはりオリジナル「ララヤ」を時間までお送りしましょう。お聴きください。Thank you.
NHK505 スタジオから生放送でお送りしましたセッション82、放送機の皆さんとはここでお別れです。今日の出演は本田敏之とバーニングウェイブ、司会は牧山沙央でした。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。